はい、皆さんおはようございます。今日はねゴールデンウィークの初日ということで、皆さんねゆっくりなさってる方も多いんじゃないでしょうか。まあ、今ですね、ハンディカムを回して、朝時刻はね6時43分ですね。はい、子供と嫁が寝ております。はい、こんな状況下で、お届けしたいと思います。はい、ちょっとね、まあ、外の天気をね見に行きましょう。外はねすごく天気がいいです。ほら雲一つないでしょう。快晴ですねこれは。でも太陽も出てきてんのかな。太陽も、あー見えてる見えてる、あー眩しい、めちゃくちゃ眩しい。はい、そして人はほとんどいないです。駐車場にもね、まあ、今日はお休みということで車止まってないですね。はい、こんな状況です。はい、で、まあ、ここ数週間、まあ、ここ最近ですね、まあ、結構仕事を、まあ、溜め込んでいまして忙しいです。はい、ですので、まあ、この連休期間中にですね、まあ、連休だからってね別に私の生活が何か変わるわけじゃないんですけど、まあ、依然としてね、自宅でこもってっていう仕事をやっていきますが、まあ、なるべくですね、まあ、全部仕事をこなそうかなということを思ってます。はい、皆さんいかがでしょうか。会社勤めの方なんてね、まあ、長い方で、まあ、多分12連休とか、はい、まあ、相当ね今年のゴールデンウィークっていうのは長期連休じゃないかなと思います。まあ、何か皆さんできることね、はい、まあ、あの精神面とか、うん、まあ、自宅でずっといなくちゃいけないっていうね、まあ、プレッシャーもありますし、まあ、そういうものがない方はですね、ぜひともですね、まあ、あの何かこうコンテンツ、うん、まあ、ゲームやったりとか、ドラマ見たり映画見たりっていうのもいいんですけど、まあ、それであの時間を浪費するだけじゃなくてですね、まあ、なんかを生み出す作り出すっていうことまあここにね、トライしていただきたいなと思います。はい、まあ、私の、まあ、この自宅での、活動っていうのは、まあ、まさにねそこなんですよ。でそういうのもねやっぱり毎日毎日日々日々の、塵が積もっていけばですね、まあ、大きなビジネスになっていきますし、はい、何か動けることがないかなっていうことで、まあ、アクションアクションを、第一歩踏み出すということをですね、まあ、ぜひこれあのビジネス系チャンネルなんで、まあ、あの実践していただけたらなと思います。はい、で、まあ、それ以外にもですね、まあ、自己啓発で何か学ぶっていう期間でもありますよね。まあ、現にですね今私あのコンテンツの天体絡みのコンテンツの、まあ、販売をしてるんですけど、まあ、それがね、まあ、このおそらくゴールデンウィーク期間中に何か学ぼうと思われてる方が多くいらっしゃるのか、まあ、そういったものもねあの売れてます。はい、ですので、まあ、何か本を買ってきて読むなりね、うん、まあ、YouTube で何か学ぶなり、何かこうテーマを絞ってですね、はい、自己啓発をしていただきたいとも思っております。はい、ただね、まあ、頭でっかちになってもね行動が伴わないって方はねもう世の中に吐いて捨てるほどいます。はい、ですので、まあ、案外ね無知で、まあ、そういう学びがなくてもですね、まあ、行動の第一歩を踏み出せるっていう方、まあ、そういった方がですね意外とねこう成功のチャンスをつかんだりするんですよ。ですので、まあ、私もね別にあの本読むとかそういうことをやってないですし、うん、まあ、とにかくですね、まあ、最終的には行動力が必要だということで、で、まあ、それをね第一歩を踏み出すいいチャンスじゃないかなということを思っていまして、まあ、この連休中ですね、まあ、世間もね、まあ、動いてないね、まあ、今までこれ平年だったらねゴールデンウィーク期間中に何かイベントを開催するから、まあ、そこにまあ便乗して何かね、まあ、例えばその、うん、まあ、ビデオグラファーの方々がまあ撮影に駆り出されるとかね、まあ、お仕事いただくとか、まあ、そういうものも、まあ、今回の連休というのはないじゃないですか。外に出るっていう、まあ、理由って言ったら、まあ、よっぽどね、まあ、観光に行くっつってもね、まあ、今こういうムードですし、うん、まあ、遊びに行くっていうこと以外、まあ、仕事で何かこう外に出るっていうことがそもそもの理由自体がねもう今奪われてるような状況です。はい、そんな中ですね、まあ、自宅でじゃあ一体どんなサービスがね生み出せるのか、
っていうことを、まあ、例えば1日とっくりとこう腕を組んでね考えるということも一つの前進だと思いますし、うん、で方向性がまあある程度定まったらですね、まあ、何か荒削りでもいいから動いてみるということ、はい、そういうことをこう繰り返していくとどんどんね思考っていうのが何でしょう、ビジネス思考というのかな、うん、まあ、起業家の思考になっていくというか、まあ、私もそんな立派なことは言えないですけど、まあ、ただねサラリーマンの方々のまあ思考考え方よりはだいぶね私独立してると思う、自立してると思うんですよ、はい、現にまあ今ね私こう2年3年4年目かな、こうやってやっててね、まあ、たまにねサラリーマンの方々と話をすると、まあ、やっぱりすごくねギャップ感を感じます、はい、このギャップの差こそがですね、まあ、単独で私この個人一人で生き抜く力っていうのを、まあ、この数年間で養ったのかなということを思っておりまして、まあ、そこに至るためにもですね、まあ、やっぱり最初の第一歩っていうのが必要なのかなと思っております、はい、まあ、考え方一つで行動も変わり、行動が変われば結果が変わるということなんで、皆さんね、まあ、この長期連休ぜひですね最初の一歩っていうのを踏み出していただきたいなということを願っております。はい、そのわけでですね、まあ、今後もね、極力日々日々こういったビジネス絡みの発信していきますので、できればねチャンネル登録等よろしくお願いいたします。以上です。